ルーク・プライア・ブラック・バームは19世紀、アメリカ合衆国ケンタッキー州出身の医師、事前事業家、政治家である、第28代ケンタッキー州知事に選ばれ、1879年から1883年まで務めた。2003年にアーニー・フレッチャーがケンタッキー州知事に選ばれるまで、ケンタッキー州で唯一知事を務めた医師だった。 トランシルベニア大学で医学の学位を得た後、ミシシッピ州ナチェズに移転し1848年にミシシッピ川バレーで、黄熱病に対する最初の検疫を行って成功したことで国民的名声を得た。黄熱病の専門家とみなされるようになり、その流行に対して戦うために無料で働くことも多かった。その事前活動の中には、 自己資金を使ってミシシッピ側で働く水夫のための病院を建設したこともあった。後にアメリカ合衆国議会に働きかけてミシシッピ川沿いに一連の同様な病院を建設することに成功した。ブラックバーンは南北戦争の時に戦うには年を取り過ぎていたが南軍側を支持した。戦争初期にケンタッキー州とミシシッピ州政府のための 市民工作員として働いた。1863年までにカナダで南軍の封鎖破りを援助していた。1864年、バミューダに旅して、そこの南軍による封鎖破り捜査を脅かしていた、黄熱病の流行と戦うことに貢献した。終戦後間もなく、南軍の二重スパイがアメリカ合衆国北部で黄熱病を流行させ、 北軍の戦争遂行を妨げる計略を遂行したとブラックバーンを告発した。ブラックバーンは、大熱病患者が使った下着や衣類を集めて、北部州に密輸させ販売させたという告発だった。ブラックバーンに不利な証拠は、かなりのものだったが、その多くは、状況証拠であるか、評判に問題のある証人の証言だった。ブラックバーンは、トロントの裁判所で無罪を宣告されたが、 アメリカ合衆国の全土を通じて、ブラックバーンに対する大衆の感情が圧倒的に悪かった。今日の歴史家たちは、ブラックバーンが実行したとされる計略でその役割を裏付ける証拠の強さについては、意見が一致していない。いずれにしても、このような性格の計略は失敗する運命にあった。1900年、ウォルター・リードが、大熱病は接触感染ではなく、 が媒介しして広まることを発見したブラックバーンはアメリカ合衆国当局から起訴されることを避けるためにカナダに泊まっていたが、1868年にメキシコ湾岸のテキサス州とルジアナ州での温熱病流行と戦うのを支援するために母国に戻った。ブラックバーンに対する告発が取り下げられることはなかったが、逮捕も起訴もされなかった。 1873年にはテネシー州メンフィスで、1877年にはフロリダ州フェルナンディナで、1878年にはケンタッキー州ヒックマンで、大熱病の流行と戦うことで、大衆の抱くイメージを修復していった。ブラックバーンは、ヒックマンの英雄と呼ばれ、翌年には民主党の州知事候補に押されることになった。州知事選挙では、共和党の対抗馬、 ウォルター・エヴァンスを大差で破って当選した。知事としてのブラックバームは、州の財政や内国改良の分野で、いくつかの改革法案を通したが、刑法改革の分野での功績が大きかった。フランクフォートにある刑務所の状態には、問題が多く、知事の権限である御社を使って、刑務所の混雑を緩和させるなど、情け深いルークなど、霊賞的なあだ名を得ることになった。 エディビルに新しい州立刑務所の建設を確保し、古い刑務所の腐敗した民間業者の管理に代わって新しい監視人体系を採用し、州では初の仮釈放システムを実行させた。歴史家たちはブラックバーンの改革の記録からケンタッキー州における刑務所改革の父と称えることもあるが、自由な恩赦の記録や囚人の生活条件を改善するために、 希少な税金を使ったことは当時不人気だった。1883年の党の指名大会ではブーイングを受け矢じり倒された。知事としての任期が明けると異業に戻り1887年に死んだ。歴ントンにある k k 日の懲罰施設であるブラックバーン強制施設は1972年にブラックバーンの栄誉を称えて名付けられた。 ルーク・プライア・ブラックバーンは1816年6月16日にケンタッキー州ウッド・ホード郡で生まれた。父はエドワード・ M ・ブラックバーン、母はラビニアであり、その13人の子供の4番目だった。ブラックバーンの大おじギデオン・ブラックバーンは著名な長老派教会牧師であり、ダンビルにあるセンターカレッジの学長を務めた。 ブラックバーンの親戚の多くが政治に関わっていた。母方の祖父は1799年、ケンタッキー州憲法制定会議の大議員であり、おじのウィリアム・ブラックバーンは、州知事ジェームズ・ティーモア・ヘッドの時代に、ケンタッキー州上院議長代行と副知事代行を務めていた。著名政治家ヘンリー・クレイは遠い親戚であり、ブラックバーン家を訪ねることもあった。 ブラックバーンの初期事前的働きはミシシッピ川で働く水夫のためになったブラックバーンは地元公立学校で初期の教育を受けた。16歳の時におじで医師のチャーチル・ブラックバーンの下で医療の修行を始めた。その修行中に歴新ントンやパリスで流行したコレラの患者を治療することでおじを助けた。その後歴新 t o のトランシルベニア大学に入学し、 1835年3月に医学の学位を得た。卒業後は、レキシントンで医療を開始し、近くのバーセールズで流行ったコレラと戦う推進薬になった。この薬病の間、治療に対する報酬を受け取らなかった。1835年11月24日、遠赤にあたるエラギスとボスウェルと結婚した。妻の父ジョセフ・ボスウェル博士は1年前のレキシントンで、 流行ったこれらで死んでいた。この夫婦には、息子のキャリーベル・ブラックバーン一人が1837年に生まれた。キャリーが生まれる直前に、ブラックバーンは、浅縄と袋の製造業に大きな投資をしており、この事業が失敗した時に、かなりの財産を失っていた。1843年、ブラックバーンは、ホイック島から、ケンタッキー州議会会議員に選出され、 一機を務めたが、特に業績は残さなかった。再選は求めず、1844年に弟と共にフランクフォートで委員を開業した。1847年、ミシシッピ州ナチェズが経済的に繁栄していたのでそこに移転した。すぐに地域社会の活動的な一員となり、禁止協会の設立に貢献し、民兵隊に加わり、 地元病院の管理者になった。ジェファーソン・デイビスやウィリアム・ジョンソンと親密な仲になった。1848年、市の健康管理官となり、ミシシッピ川バレーで大熱病が流行した時には、最初の検疫を行って成功した。ブラックバーンは死費を使ってミシシッピ川で働く、水府のための病院を設立した。アメリカが衆国議会に働きかけて、 ミナチズに病院を建設することに成功した。1852年に完成した時に病院の外科医に指名された。1854年、大熱病に対して再度検疫を行い成功させた。ミシシッピ州議会がブラックバーンにルイジアナ州議会に働きかけてミシシッピ川沿いの都市を守るためにニューオーリンズで検疫所を設けるよう依頼してきた。ルイジアナ州政府は ブラックバーンがそのような仕組みを構築することを承認した。1854年9月、ブラックバーンと息子のキャリーはペンシルベニア州フィラデルフィアに旅し、著名内社のサミュエル・ディーグロスの下でキャリーが修行できるようにした。フィラデルフィアにいる間にニューヨーク市ロングアイランドに近いワシントントリデで大熱病が流行した。ニューヨーク市長がブラックバーンに患者治療の援助を求めた。 ブラックバーンは、その要請を受け入れ、その方針に対する報酬は拒んだ。1856年11月に、夏津に戻ると、妻のエラが不死を患って、神経質な状態にあり、熱が出ていた。ブラックバーンは妻を救おうと努力したが、その病状は悪化し、その月末前に死んだ。ブラックバーンは悲しみに打ちひしがれていたので、友人がその気持ちを癒すために以前にも、 話していたように、ヨーロッパを旅してくることを勧めた。ブラックバーンは1857年初期に行動に移り、イングランド、スコットランド、フランス、ドイツの病院を訪れた。パリに滞在している時に、同じケンタッキー州出身のジュリア・ m チャーチルと出会った。ジュリアは姉妹や名と共に旅していた。ブラックバーンとジュリアは旅程を途中で打ち切り、故郷に帰って1 8 ハネムーンの後、1858年1月にニューオーリンズで新居を構え、異業を再開した。ブラックバーンが書いた短い歌によると、夫妻にはアビーという娘が生まれたが、幼児の時に死亡しており、誕生日も死亡日も不明のままである。南北戦争が始まった時、ブラックバーンの感情はアメリカ連合国支持に傾いていた。 南軍に入るには年を取り過ぎていたので、ケンタッキー州知事ベリアマゴフィンのために代理人として行動し、ケンタッキー州を守るために、ルイジアーナ州から武器を得ようとしたが、武器の確保に失敗した。1862年初期、スターリング・プライス少将の軍で軍医として指名された。1863年2月、ミシシッピ州知事ジョン・ジェイ・ペタスが州内で負傷した。 兵士の治療を監督する二人の委員の一人に、ブラックバーンを指名した。ブラックバーンは負傷者のために、十分な医療物資を確保した後、バージニア州リッチモンドに行って、アメリカ連合国陸軍長官、ジェームズ・セドンに会い、報酬や階級なしに病院及び、宿営地検査総監を務めることを申し出た。この申し出が拒否されると、ペタス知事がブラックバーンに、カナダに行って、 封鎖破りのための物資を集めるよう依頼した。ブラックバーンと妻のジュリアは1863年8月にミシシッピ州を離れ、ノバスコシア州ハリファックス市に向かい、さらにトロントに行って寄宿舎に泊まった。ある時は、ハリファックスからアラバマ州モービルに氷を運ぶ封鎖破り船に乗っていて、北軍海軍に捕まえられた。北軍の士官は、ブラックバーンを市民乗客だと解釈して、 釈放したので、カナダに戻った。1864年4月、バミューダの島で、大熱病が大流行した。この島は、南軍封鎖破りの主要基地であり、この薬病で封鎖破りの継続が難しくなった。カナダ植民地総督チャールズ文クからの要請で、ブラックバームは、バミューダに渡り、そこの兵士と市民を救援した。7月半ばまで、 その奉仕活動を継続し、短期間ハリファックスに戻った。島の薬病流行が継続し、ブラックバーンは9月に島に戻って、患者の治療を続けた。10月半ばに薬病が収束するまで、そこに止まっていた。このバミューダでの努力に対しては、イギリスのビクトリア女王から 100A ポンドと表彰状を受け取った。戦争の残り期間で、ブラックバーンが、 カナダで何をしていたか、ほとんど知られていないが、牽制作戦として、ニューイングランドで大衆の暴動を引き起こそうとした策略に加わり、南軍のエージェントであるトマス・ハインズには、シカゴのキャンプ・ダグラスで脱獄をやらせたという噂もあった。この策略が、北軍当局に漏れた時、北軍は、噂で標的になっていたマサチューセッツ州ボストンを補強するために部隊を派遣し、 その作戦でのブラックバーンの役割を事前に消した。エイブラハムリンカーン大統領は、ブラックバーンの大熱病院号の標的だったとされている南北戦争で最後の大きな戦闘があった日の数日後にあたる1865年4月12日、南軍の二重スパイ、ゴッドフリー・ジョセフ・ハイアムズがトロントのアメリカ合衆国領事に接触し、ブラックバーンがアメリカ合衆国北部の都市で、 大熱病を流行させようとした陰謀について情報を持っていると主張した。ハイアムズはブラックバーンには1863年12月にトロントのクイーンズホテルで南軍のスパイであるスチュアート・ロビンソンから紹介されたと語った。ハイアムズによればブラックバーンが大熱病に感染した患者が来ていた衣類のトランクをマサチューセッツ州ボストン、ペンシルベニア州フィラデルフィア、 ワシントン DC、ノースカロライナ州、ニューバーン、バージニア州ノーフォークに密輸するのを手伝うことに、ハイアムズが合意した。ニューバーンとノーフォークの西は、当時北軍に占領されていた。ハイアムズは、トランクの中身を中古衣類商人に売るよう指示され、19世紀の考え方に従って、大熱病は接触感染で広がると思っており、主要都市に汚染されたものを広めることにより、 北部の戦争遂行努力を挫くことになる薬病を始めさせられると考えていたと語った。ハイアムズはさらに、ブラックバーンが洒落たシャツでスーツケースを満たし、それをホワイトハウスのエイブラハムリンカーン大統領のもとに配達し、それらが匿名の賞賛者からの贈り物だと伝えるように言われた。 ハイアムズはこの任務を果たした時には、ブラックバーンが報酬として6万ドルを渡すと約束したとも語っていた。ハイアムズは合意したようにトランクは配達したが、リンカーン大統領へのスーツケースは配達しようとしなかったと主張した。その証言に従えば、その行動に対して通常の報酬以上のものを受け取っておらず、それが当局にその暴力を伝える動機の一部になったと、 言っていた。ハイアムズの証言とは別に、バミューダの役人が、ブラックバーンは汚染された衣類や下着を集めていたという情報を得ていた。この情報によれば、ブラックバーンは、セントジョージズのホテルオーナーである、エドワードスワンと契約して、1865年半ばまで、それを保管し、その後ニューヨーク市に向けて出荷するよう依頼した。おそらく、 ニューヨーク市で薬病を流行らせるためだったと考えられている。バミューダの役人はこの情報に従って行動し、スワンのホテルを襲撃して衣類と下着が詰まったトランク3個を見つけた。それらには黄熱病の兆候である黒い土砂物のシミがあった。スワンは逮捕され、土地の保険衛生規則違反容疑で告発された。トランクの中身は硫酸に浸しされ、その後埋められた。 ハイアムズがカナダ当局にその話を語ってから2日後にリンカーン大統領暗殺事件が起こりアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスとそのカナダにおける協力者に暗殺事件を結びつけるためにブラックバーンを逮捕することにアメリカ合衆国の関心が高まったアメリカ合衆国軍事司法局が殺人未遂容疑でブラックバーンの逮捕を命じたが ブラックバーンはカナダに行ったために、軍事司法局の管轄が及ばず、逮捕できなかった。その後バミューダで衣類と下着の保管物が発見され、カナダ当局が動くことになった。カナダ当局は1865年5月19日に、ブラックバーンを逮捕し、南北戦争中のカナダの中立を犯した容疑で、告発した。ブラックバーンは保釈金8000ドルで、裁判のために拘束された。 1865年10月、トロントの裁判所は、衣類のトランクがノバスコシアに向けて発送されたので、それは裁判所の管轄外にあると判断し、ブラックバーンを無罪とした。殺人に関わる陰謀に対する告発は、ブラックバーンの弁護士が、そのような告発は、被告が国の主張の命を狙った時のみに告発されることを裁判所に思い出させて、取り下げとなった。 ブラックバーンは裁判所で証言せず、何年か後に知性ある紳士が真じるにはあまりに馬鹿げたことと非難した時が唯一の発言機会だった。歴史家たちはブラックバーンに不利な証拠の効力について意見の一致を見ていない。アメリカ合衆国政府とアメリカ連合国政府のこの事件に関する記録の多くは失われた。アメリカ海軍の軍医、JD ・ヘインズは観光物、 アメリカの内乱の中で、ブラックバーンに不利な証言をした南軍のスパイは、問題のある人物だったと記した。特にハイアムズは、刑事面積例を受けており、その証言で報酬を受けていた。ヘインズはまた、ブラックバーンの以前の人道主義者としての評判が、無視されたことを指摘した。リンカーン暗殺によるヒステリーの中で、陰謀説が溢れ、北部人は、アメリカ連合国支持者なら誰でも、 最悪のものを信じる傾向にあった。ニューヨークタイムズは、ブラックバーンを、大熱病の悪魔や、ゾッとする悪魔と抽象した。歴史家のエドワード・スティアーズは、ブラックバーンに不利な証拠が、状況証拠だと認めたが、その著書、ガツの地の中で、ブラックバーンが、陰謀に関わったことを示すだけでなく、ジェファーソン・デイビスまでを含めアメリカ連合国の、交換がそれを知り、 容赦し、資金を出していたことを示す十分な証拠が残っていると主張した。もし事実ならば、ブラックバーンの陰謀は最初期の生物兵器になっていたことになる。ブラックバーンは、無罪判決が出た後もカナダに泊まり、アメリカ合衆国当局からの逮捕や告発を避けていた。ニューオーリンズやテキサス州メキシコ湾岸で、大熱病が大流行したことを知ると、 1867年9月4日にアンドリュー・ジョンソン大統領に手紙を書き、アメリカ合衆国への帰還許可を求め、薬病治療の支援を申し出た。ブラックバーンはジョンソンからの返事を待たず、ニューオーリンズに向かう途中で1867年9月25日にケンタッキー州ルイビルに到着した。薬病に対する救援を一通り終えた後、 妻が所有するアーカンソー州のプランテーションに家族ごと移動した。ブラックバーンを逮捕しようという動きはなかった。1873年初期には家族と共にケンタッキー州に戻った。家族はルイビルのゴールドハウスホテルに泊まり、ブラックバーンが市内で医療を再開した。1873年のコレラ流行の時、ブラックバーンはコレラが汚染された水の消化で、 伝染すると正しく理論づけたが、大半の市民は、長期で伝染するという競合学説を受け入れていた。この学説は、ルイビルでよく知られた医師とマス・エスベルが主張していた。ブラックバーンが、潜在的に感染している、可能性がある飲料水を飲む前に射伏した方が、良いと助言したが、それを入れなかった結果として数千人が死亡した。ブラックバーンの事前的事業には、 1873年のテネシー州メンフィスおよび1877年のフロリダ州フェルナンディーナでの大熱病流行に対する患者治療があったどちらの町でも奉仕に対する報酬を拒否したがどちらも感謝した住民から贈り物が渡された南部の新聞数紙がブラックバーンの奉仕について記事を載せるようになっていったルイビルのクーリエジャーナルは 1878年2月11日に、ブラックバーンが民主党から州知事選挙の候補になると報道した。これ以前にわずかばかりの西歴しかなかった、ブラックバーンが知事になろうと決意した理由は明らかでない。政治に関与していた一族に影響された可能性は、ある。弟のジョセフ・ブラックバーンは当時ケンタッキー州、選出アメリカが州国会議員であり、もう一人の弟、 ジェームズ・ブラックバーンは、ケンタッキー州上院議員を務めていた。妻の兄弟のうち二人も、サミュエル・チャーチルは、ジョン・エル・ヘルム、ジョン・ W ・スティーブンソン、プレストン・レスリー各州知事のもとで、州務長官を務め、トマス・チャーチルは、財務官を務めた後に、アーカンソー州知事になった。理由は何であれ、ブラックバーンの友人ですらブラックバーンが、政治的に経験が足りないために、 出馬表明は懸命でないと考えた。ブラックバーンは1878年3月29日に応援軍での演説で選挙運動を始めた。ケンタッキー州、ヒックマンの位置ここで大熱病が流行した時のブラックバーンの貢献で、ヒックマンの英雄というあだ名をもらったブラックバーンが知事選挙の運動を始めたのと同じ頃、ケンタッキー州議会に出て、 州立衛生局の創設や宗教の町に検疫所を設けることなど薬病流行に対して州を守る方策を提案した。その提案はほとんど聞き入れられなかった。ただし、州立衛生局のみは1878年3月に創設された。それから間もなく、いつもより早くミシシッピバレー下流で大熱病が発症したという知らせが入った。 1878年8月までに大流行になっていた。ブラックバーンは薬病を逃れて北に逃げてくる人々の流入を扱うために検疫を行うよう提案したが、州内の多くの医師は大熱病がケンタッキー州よりも北に広がるとは思っていなかった。ジャクソン買収地域に入っているいくつかの町は原始的な検疫を実行しようとしたが、ルイビル氏は完全に ブラックバーンの助言を無視し、南部からの避難民を受け入れた。ブラックバーンは一時的に知事選挙の運動を止めて、ルイビルに行き、すでに発症している外来者の治療を支援した。9月5日、ミシシッピ川沿いにあるケンタッキー州生誕の小さな町ヒックマンの市長が、州衛生局に電報を打ち、市内では、大熱病が大流行のレベルに達したことを知らせ、 できるだけ早くブラックバーンを派遣してくれるよう求めてきた。ブラックバーンは9月7日にヒックマンに到着し、主人公のおよそ20%が大熱病にかかっていることが分かった。ブラックバーンは町を除染するために戦場部隊を組織し、黒人の一帯には空き家になった家を守らせた。9月下旬ヒックマンの薬病流行が下火になったことが見えてきた時、ブラックバーンは テネシー州チャタヌーガとマーティンに旅して、そこの救援を行ったが、10日もしないうちにヒックマンの流行が再度大きくなり、近隣のフルトンまで広がったという知らせを受けた。ブラックバーンはその地域に戻り、流行が完全に下火になった10月下旬まで、奉仕活動を続けた。ウォルター・エヴァンス、1879年、ケンタッキー州知事選挙の対抗馬ブラックバーンは、ルイビルに戻り、 ゴールドハウスホテルに泊まった。それから数週間というもの、州内や地域全体からその栄誉を称え、感謝の気持ちを表す贈り物のためにレセプションが開催され、ヒックマンの英雄と称えられた。1878年11月に州知事選挙運動を再開した時はこのような背景だった。民主党からは他に二人が指名争いを行っていた。 当時の副知事ジョンシー・アンダーウッドと元アメリカが州国会議員トマス・ローレンス・ジョーンズだった。大熱病が流行する以前はアンダーウッドが有力だったがブラックバーンがヒックマン10人に奉仕した後は大衆の感情がブラックバーン支持に変わった。アンダーウッドはブラックバーンの医者としての経歴が州の最高行政責任者になるために適切であるかを問題にしたが 一方でブラックバーンは7年間以上州内に住んでいないので憲法の要求事項を満たしていないという意義申し立てには失敗した。しかし1879年3月下旬、アンダーウッドはブラックバーン支持に傾いているなだれ現象には勝てないと判断し、指名争いから撤退した。5月1日、民主党指名大会でブラックバーンは大議員。 票935票を獲得し、圧倒的多数で指名された。対抗馬のジョーンズは22票に過ぎなかった。ブラックバーンは健康が優れなかったので、その後の選挙運動では活動的な役割を果たせなかった。クラブ・オーチャードの泉で慢性病の治療を求め、選挙運動の演説は仲間の民主党員であるボイド・ウィンチェスター、パーカー・ワトキンス・ハーディン。 WCP ブレッキンリッジなどが担当した。共和党は対抗馬にウォルター・エヴァンスを指名していたが、州内を遊説するには演説できる人が少なく、決定的に不利な状況にあった。民主党は共和党大統領のユリシーズ・グラントやラザフォード・ヘイズのやり方を攻撃し、カーペットバッターやスキャラワグによって南部で犯された虐待とされる事柄を挙げ、 共和党が州内の労働者階級よりも資本家を好んでいるという告発を突きつけた。ウィリアム・オコーネル・ブラッドリーが指導した共和党の演説者は民主党が財政的に無駄遣いが多いと非難した。1865年には州の財政に300万ドルの歳入超過があったが、1878年には100万ドルの債務を抱えていた。ブラッドリーは 民主党が都合の良い選挙区割り改定で州内の権力を維持していると非難した。民主党による州内の管理の悪さとして刑務所のお粗末な状態や公共教育の予算不足を挙げていた。1879年5月、共和党寄りの新聞、シンシナティガゼットが南北戦争の時に大熱病北部の都市に広げようとした。 ブラックバーンの陰謀とされるものを報道した。これは、ケンタッキー州ではこの事件について、初めて報道された機会だった。新聞社は、ブラックバーンに対する非難を調査する目的だけで、特別部隊を結成し、彼らが見つけた事実について日々、コラムで報道した。シンシナティガゼットの調査に続いて、カントンレポジトリー、クリーブランドヘラルド、フィラデルフィアプレスなど、 北部の新聞がケンタッキー州民がブラックバーンを選出することを検討していることまでを冷笑したというあだ名までつけた。このスキャンダルはケンタッキー州よりも全国的に注目された。ブラックバーン自身はこの告発に反応せずケンタッキー州の共和党もほとんどそれに言及しなかった。北部の新聞一般、特にシンシナティガゼットは ケンタッキー州で幅広く嫌われているのが分かっていたからだった。ケンタッキー州の新聞編集者、ヘンリー・ワッターソンは、ケンタッキー州民の大半が、ブラックバーンの南北戦争中の行動をすでに知っており、それを明白に承認しているか、あるいは15年も前に起こったことだと冷静に受け止めているかだと主張した。 知事選挙の結果は、ブラックバーンが125,790票、相当票数の56%を獲得し、対するエヴァンスは81,882票、36%に止まり、最近10年間では最大の得票差でブラックバーンが当選した。グリーンバック等の候補者 CW ・クックが18,954票、約8%を取った。 グリーンバック党の得票はほとんど民主党とブラックバーンから流れたものだった。2003年にアーニー・フレッチャーがケンタッキー州知事に選ばれるまでケンタッキー州で唯一知事を務めた医師だった。ブラックバーンは当選後すぐに州予算の均衡を図る方法、議会に対する1880年の演説では、1867年以降、 ケンタッキー州で歳入より300万ドル多く支出していたと報告した。それ以前の政権では戦争保障として州が連邦政府に請求した金と州の減債基金として得た金を使って歳出超過分を支払っていた。さらに1873年強行から続いた経済不況で資産価値が下がり、州議会は州民の要求に従って税率を下げ、 さらに歳入を縮小させていた。ブラックバーンは事態を修復しなければならないと力強く主張した。衆議会は知事からの推奨に反応して司法体系における経費削減改革を法制化した。その中には刑事裁判所、公平法裁判所、一般訴訟裁判所を廃止し、その代わりに州内を18の地区裁判所に分割することが含まれていた。 特定の裁判では、陪審員の数が減らされ、陪審員に支払われる給与を固定給とし、陪審員の任務を強さした時の罰金制を受立した。囚人を輸送し、世話することに対する保障は、地方警察によるコスト上昇を防ぐために上限付きとなった。囚役人への給与は20%減額された。州の資産税も、課税対象資産100ドルにつき、 40セントから45セントに引き上げられた。税の滞納者から集金する法が強化された。ブラックバーンが署名した恩社場、エディィルにあるケンタッキー州立刑務所ブラックバーンが特に力を入れたのが州内の懲罰体系の改革だった。ブラックバーンによれば、州立刑務所に953人の囚人が収容されているが、刑務所には780室しか収監する部屋が、 なかった。刑務所の中の状態はお粗末であり、多くの者が病気になった。1875年に囚人の5分の1は肺炎を患っていた。1879年にブラックバーンが知事に就任した時、州立刑務所にいたおよそ1000人の囚人で、週間後の死亡率は7%以上だった。栄養が悪いために活気になった囚人は75%に上った。 ブラックバーンは悪名高いブラックホールオブカルカッタの状態と州の刑務所の状態を比較した。州立刑務所の状態が悪いのは州が施設の管理を民間業者に委託しており、業者は経費節減のために囚人の需要を無視することが多かったのが一部影響していた。業者は契約を確保するために安い洗濯屋を使い、議員に食事を提供することで恩恵を引き出しており、 囚人を虐待しても多めに見られるようにしていた。ブラックバーンは、その契約の仕組みを、州が雇用する、刑務所長が監督する仕組みに置き換えるよう要求した。ブラックバーンは、議会が彼の推奨する仕組みに沿って行動できる前に、刑務所の混雑を緩和するために、御社の発行を始めた。特に病状が悪く家族のいる家に帰って、死ねないような囚人に、寛大な措置を取った。 知事の任期中2000人以上の囚人に恩赦を出し、情け深いルークというあだ名をもらった。この恩赦は大衆からも民主党の規制勢力からも極めて不人気だった。いくつかの新聞は、ブラックバーンが恩赦1件を2ドルで販売していると主張したが、そのような告発を支持する証拠はなかった。1880年の議会会期では、ブラックバーンが推奨したエディビルに、 新しい州立刑務所を建設する案を承認した。ブラックバーンの刑務所長制という要求にも反応し、刑務所長、副刑務所長、事務官、医師、牧師を州が雇用することを認めた。過密状態を緩和する手段として、民間業者が刑務所から受刑者の労働力を沈借する制度を認めた。これら業者は、借り受ける囚人の食事、衣類、住居、 世話を受け持つ責任があることとされた。しかしこれら業者に監督がつかなかったので、栄養不良、過労働、長着など囚人に対する虐待が再び起こり、多くは怪我や死亡という結果につながった。議会はまた、州内の歴史では初めて、原初的な仮釈法制度を採用した。ブラックバーンは、州の刑務所体系を後半に改革したので、ケンタッキー州における、 刑務所改革の父とみなされている。ブラックバーンは川の高校生を改良することも熱心に提唱した。ケンタッキー川の高校生を改良するために、アメリカ合衆国議会からの割り当て10万ドルを当てるよう議会を説得し、ビッグサンデ川とリッキング川の管轄権を連邦政府に与えて改良できるようにさせた。議会はカンバーランド滝周辺の運河建設を承認し、 トレードウォー高わ沿いの改良も認めた。ブラックバーンのその他の業績には、州鉄道委員会を設立し、ケンタッキー収納業、機械カレッジの再編成をさせたことがある。ケンタッキー収納業、機械カレッジは、ブラックバーンの前任者、ジェームズ・マクリアリーが、ケンタッキー大学から分離させていた。ブラックバーンはそのカレッジを、州の支配と支援のもとに戻すことを提唱した。 これが実現して、歴史新ントンにあるカレッジを再度認証し、1916年には、州立カレッジと呼ばれるようになり、さらに、ケンタッキー大学と改名された。ブラックバーンは改革を進めたが、民主党指導層は、ブラックバーンとその政権には大いに不満だった。発行した御社の数を非難し、州の役人に個人を指名するときも、党への貢献や忠誠度を、 あまり考慮しなかったことに不満だった。さらに州内の新聞は、ブラックバーンが雄弁でないことを取り上げ、批判のネタに付け加えた。ブラックバーンは、知事人気の初めに、それ以上政治的な役職を追求しないと宣言、したが、それでも1883年の民主党、指名大会での演説で、自分の記録を弁護しようとした。 しかし着席を求めるブーイングや土豪により演説の半ばで中断させられた。最後にブラックバーンはヤジに対抗して、その改革について批判されるであろうが、その政権を腐敗と批判する者は誰でも嘘つき、基本的で悪名高い嘘つきだと言って締めくくった。この時点で聴衆からの土豪で聞こえなくなり、演説を止めて着席するしかなくなった。 ブラックバーンの破壊士を飾る前期サマリア人の浅彫堀ブラックバーンは知事の任期が明けた時に公的生活から引退した。短期間バージニア州のリゾート地を訪れた後、ルイビルのゴールドハウスの部屋に戻り、異業を再開した。1883年の全国自然事業会議に出席した時にゲスト演説者のジョージ・ワシントン・ケーブルから刑務所改革を称賛された。 その数週間後にニューヨーク州サラトガで開催された同様な会議でも賞賛を受けた。ブラックバーンはルイビルに戻ってから数ヶ月後にケーブヒル墓地近くに雇用書を開いた。しかし自身の健康状態が悪く、その遂行を妨げられた。1887年1月、故郷と考える州都フランクフォートに戻った。四季が近いことを悟っていた。 病気が長引いた後に昏睡状態となり、1887年9月14日に死んだ。フランクフォート墓地に埋葬された。1891年5月27日、ケンタッキー州はブラックバーンの墓の上に記念碑を建立した。その見陰石の石踏みには、前期サマリア人の例えを描いた浅うき彫りが施された。 1972年ケンタッキー州は、レキシントンの近くに、最小警備、広さ400エーカーの刑務所、ブラックバーン強制施設を解消し、ブラックバーンの栄誉をた,たいて命名した。ありがとうございます。